ふざけるなよ。引退試合で商売してんなよ。こんなことしてたらいつか罰当たるよ。これはひどいですね。見に行きたいという気持ちはみんな一緒ですよね。このようなやり方は本当に良くないです。ほい、来たー。あたす、ファンクラブって表記から真っ先に通報してる。いやー、遅いくらいですよ。ですよね。でもガンガン通報しなくては。早速外野で複数枚高額で転売してるのに件報告しました。みんなで潰していきましょう。高額すぎるのは買う人もいないでしょうが、 3,4 万円くらいだと手を出す人もいそうなので、私はそっち中心に通報しました。私は金額が高い方から順に通報していってるので、攻め方が違うのはありがたいです。通報数が多ければ何かが変わるかもしれないしね。順番にポチポチしてます。ジャックロードシート出してる不届き者、通報しましたよ。金額については、私は定価以上手数料除くの取引はダメだと思っています。引退試合行きたいですが、でも流通から買ったらスワローズの力にならないし、一生後悔すると思ってやめました。あまりにもひどすぎますよね。やろうと思えば特定できるでしょうから、クルー会員剥奪していただきたいです。こんなん冒涜ですよ。青木おじさんの引退試合をなんだと思ってるんだよ。ほんと転売やーバチ当たれ。あまりにもひどすぎますよね。この日にこんなことなんて。引退試合が万円じゃないのは寂しいが、買う人がいないと願うばかり。こういうところから購入するのだけはやめてほしいですね。私ももちろん買えなかったけど、絶対こういう人からは、買いません。朝見たら青木さん引退試合のチケット8万円で売れていました。西武の引退試合でも高騰してたようです。買う人もいるんですね。気持ちはわかるけど、にしてもねえって感じです。販売元が転売禁止してるのに、チケジェムなどのサイトが取り締まられないことも異常だと思いますね。大元の問題でもありますよね。上限の縛りをつけるなり、何か対策してほしいですね。行きたい人の気持ちを利用して高額転売、絶対に買ってはいけませんよね。